皆さんこんにちは、かほなんです。今日は東白川村オレンタに来ております。めちゃめちゃ雪が積もってて、ちょっと作業しにくい感じなんですけど、前のブースではシェルターを作ったんですけど、新ブースでは小屋を建てたいなと思いまして、ここに立派な小屋を建てていこうと今日から作業していきますので、土台になる部分をまず今日は作っていくので、今日で終わらないと思うんですけどだからこのフォレンタを運営しているのが山京っていう林業屋さんなんですけど、そこで資材を作ってもらっているので、それを今から取りに行って、その資材とここの木とでまずはねウッドデッキを作ります。できます。ここがフォレンタの運営をされている林業屋さん山京です。行ってきます。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。あ、こちらこれだね、カホナン様。めっちゃいい木や。ありがとうございます。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。立派ないつかこんなんにするよろしくお願いします頑張ってありがとうございます。はい、資材です。これが杉で、これがヒノキでございます。やりますか。木は細めのこの子を切ろうと思います。私がこうキャンプ地にしてるところの隣にあって、まあ後々邪魔になるだろうし、あれを切っていきます。できました。ああ、これで6本の土台ですね。ちょうど切りのいい感じで、バッテリーも1回使い切った感じですね。ではちょうどよくお昼になったので、これ充電しながら休憩しよう。焚き火しよう、焚き火。ただいまの気温 2,3 度って感じですね。全然あったかいな。家で炊いたご飯持ってきた最後入れてぐちゃぐちゃってして食べます。あったかいものが食べたいの。作業再開します。もうね、 GoPro のバッテリーも寒いからか鬼のように減ってきますので、今 GoPro の裏に回路を巻いて対応してます。
今こんぐらい入ってたので、次これを打ち込んでいきます。これとこれは元あった切り株を使ったので、意外と杭使わなかったですね。2本余りました。あと下に根っことか石とかあって、結構ずらしたので思い通りのところには乗っからなかったので、ちょっとまあ綺麗には出てないんですけど、でもまあ問題ないと思います。ここにまず平均台的なピシピシと貼ってって感じですね。表示に終わるかな、頑張ろう。ちょうどこの辺ですね、丸太がいるので、ここにこれを刺していくんですけど、これそのままだと木が割れちゃうかもしれないので、これよりも細めのこっちのビットでぐわーっと開けて入れるんだが、ここが頭飛び出るので、その分を開けてあげなきゃいけなくて、これより大きいのがないので、これで地道に浅く開けて深く開けて刺すっていう工程です。いい感じです。腕が上がらなくなってきた。
めちゃくちゃいい感じです。うん、良い感じだと思います。靴で上がるのがなんだか申し訳ない。よし、とりあえずウッドデッキ完成ということで、日が暮れる前に作業できました。ここに小屋を建てていくということで、とにかく可愛くできて大満足です。あー可愛いね、床裏まで可愛い。というわけで今回のウッドデッキ作ってみた動画以上となります。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらツイッター、インスタグラム、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、かほなんでした。バイバーイ。